中国 JR バス、中国 JR バス株式会社、中国 JR バス、中国 JR バスカンパニーは、中国地方を営業エリアとする、路線バス、貸切バス会社、旧国鉄バスを引き継いだ、いわゆる JR バス発車のうち、西日本 JR バスと共に、西日本旅客鉄道、JR 西日本の子会社である。なお当社は同じく、 中国から始まる社名を持つバス会社で広島県福山市に本社がある中国バス両備えグループ元近鉄系とは一切無関係である JR バスの中でも日本国有鉄道中国地方自動車部の流れを組むバス会社で中国地方5県のうち広島県山口県の3県で一般路線バスを運行し島根県岡山県 広島県、山口県を拠点に各地に高路線バスを運行している。島根県、岡山県内でも一般路線バスを運行していたが、現在は全廃している。なお、鳥取県内には営業拠点が存在しない。客扱いも、名古屋市出雲市の高速バス、出雲、松江、米子ドリーム、名古屋号、岡山市出雲市の高速バス、桃太郎エクスプレスが、 米子駅前に停車するのみ、島根県旅客自動車協会、岡山県バス協会、広島県バス協会、山口県バス協会に加盟している。一般路線バスは路線の統廃合、他社間を進めた結果、実質的に広島、東広島、山口、都央の三支店一支所の管内に集約され、それぞれの地域で地域内交通を担っている。 2003年に行った大規模再編の結果、かつて一大拠点であった島根県内、浜田市を中心とした県中部が路線網の中心だったから、全面撤退、岡山県内も事実上、スクールバス1系統のみを残した末に216年に廃止となった。一方で、高速バスについては、音量連絡路線を高速道路経由に乗せ替えて、 スピードアップを図るだけではなく、JR バスのネットワークの強みを活かし、九州方面や四国方面などの新規路線開拓に意欲的に取り組んでいる。島根、岡山の漁師店も実質的に高速バス専業の拠点として存続している。貸切バス事業にも力を入れており、近年は客席数を大きく減じたハイグレード貸切バスプレミアムシリーズの導入など、 多様な顧客ニーズを満たすための施策にも意欲的である。車体に付けられるエンブレムは JR マークを C で囲んだものが用いられている。また、車体に付記される、車名表記はアルファベットが中国 JR バスとそのまま英語表記なのに対し、日本語表記は JR バス中国の故障が用いられることが多い。口述。JR 西日本が運行する豪華列車。 トワイライズエクスプレス随風の専用バス、随風バスも中国 JR バスが担当しているほか、J リーグサンフレッチ広島及び B リーグ広島ドラゴンフライズの専送バスも担当しており、専用車両を用意している。未島病院に乗入り入れ未島病院場入りに伴い、未島病院前停留所は、紅葉橋停留所に名称変更。 地名は営業当時のものを記す、バスツアーなどの旅行業を合わせて扱う、スワロートラベル、中国 JR バスの旅行業部門と、一般発見窓口の2種類が存在する。詳細な運行案内は、各記事及び外部リンクの中国 JR バスサイトを参照。中国 JR バスでは、系統の距離が5 0トル以下、高速道路走行区間が路線長の半分以下という、 路線を準高速バスと位置づけており、以下の路線は準高速バス扱いになっている。現在、一般路線は広島県、広島地区、山口県のみ、島根県、岡山県は2003年3月で大部分が撤退し、岡山県の清新学園スクールバスが残存していたが、2016年3月で撤退した。なお、発足当初から鳥取県、 広島県福山地区には一般路線は存在しない。詳細な運行案内は外部リンクの中国 JR バスサイトを参照。岡山県共通バスカードが利用可能だったが2008年10月1日の同カード廃止に伴い取扱い終了となった。またア屋赤の導入予定はなかった。中国 JR バスでは広島市内観光バスとして 市内を循環する路線バス1系統、2路線と定期観光バス2系統を運行している。中国 JR バスでは松江出雲観光バスとして松江城周辺、一日コースのみ、八重垣神社、出雲大社を周遊する定期観光バスを一日コース、半日コースの2コース運行している。営業エリアは岡山県、広島県、島根県、 山口県の4県である。貸切バスの営業窓口は、岡山支店、広島支店、東広島支店、島根支店、浜田営業所、山口支店となっている。公益社団法人日本バス協会の貸切バス事業者安全性評価認定制度では、2015年9月に最高ランク3つ星の認定を受けている。貸切バス事業者、 安全性評価認定制度認定事業者一覧、平成29年10月4日現在では、中国 JR バスの貸切車両数が61両と記載されている。JR 西日本が運行する豪華列車、トワイライズエクスプレス随風の専用バス、随風バスも中国 JR バスで担当している。このバスには、最新型の安全装置を備え、デザインは、 随風のデザインを手掛けた浦和也氏に監修したもので、車体及び内装を随風の車両と世界観を合わせた随風グリーン、新緑色持ちイエンブレムも同じ仕様のものを装着している。車体は心臓の大型バス、座席数38席で随風のお客様専用となっている。また内装も随風の車両と世界観を合わせるため、 同じデザインのオリジナルカーペットを採用、シートも緑色になっている。加えて、乗務員の制服も、随風の車内クルーと同じデザインのものを着用する。国鉄バス時代から、三菱不装及び伊須津製の車両が多く、現在でもその状態は続いている。しかし、三菱不桑リコール学士の一件以来、三菱車の新車導入は停止し、2004年に、 岡山へ配置されたのを最後にそれ以降は、椅子図製のみ導入しているが、近年は、中古ではあるが、三菱車も導入されている。2017年に13年ぶりに、貸切車で、三菱不装車を導入している。また、少数でありながら、日野自動車製、主に1993、95、96、97年製、およびド、トラックス、旧、日産ディーゼル製、 トヨタ自動車製、クロ桜バス専用車も保有している。路線車については、全中比の都市型仕様の路線車が多い。高速車については、夜行高速バスには、スーパーハイデッカー、近年は、ハイデッカー車も導入しているや、ダブルデッカーが多いが、クレアライン号や、グリーンフェニックス号など短距離の中高高速バスでは、路線車ベースのトップドア車が導入されている。 路線車の車体色は、発足当初は国鉄バス色であったが、1989年度には銀色の部分を青または白とするカラーリングとなった。しかし、1990年度からは白をベースに青いラインが入る現行デザインに再変更されている。広島空港リムジンバスには専用色の車両が使用される。高速車の車体色は、 国鉄バス新高速色であったが、2000年代初頭に登場した高速、貸切車などではツバメをデフォルメたキャラクター、スワロー・ジュニアがあしらわれた、スワロー・ジュニア、塗色となった。2007年度以降の新車は国鉄バスのデザインのものに戻っており、スワロー・ジュニア、塗色で登場した、ダブルデッカー車は2007年度より、国鉄バスのデザイン塗色に変更されつつある。 路線車、高速車とも、親会社が、同じ西日本 JR バスとは違い、国鉄バス時代からのトレードマークであるツバメを継承している。正面には、JR のロゴを C の字で囲んだマークを表示している。また、路線バス車両の車体後部の車名表記は、JR バス中国となっている。方向幕や案内広告などでも、JR バス中国の表記が一部使用されているが、 これは中国バス、両備えグループとの混同を避けるためとも推測されている。なお、旧、国鉄バス色の三菱 PMP118M1984 年式や富士重工車体を仮装したエアロスター1985年式などの9年式車両が数台残存しており、特に前期の2台については東京からの乗車ツアーが組まれたこともある。 その一方、広島電鉄グループや、傍聴交通をはじめとするほとんどのバス会社が、ノンステップバスやワンステップバスを知るべ入る中、1997年のツーステップバスの導入以来、2007年9月まで、新車の路線車が導入されておらず、老朽車の置き換えは、首都圏、バス会社からの譲渡車で行いその際に、行き先表示器を方向幕から LED 変更し、 車内を一部にアルする形をとっていたが、2007年9月に、広島支店に、新車のイスズ製のエルガーンステップバスが、一般路線用に4台導入された、現在雲毛南線、高浜線で運用中。これと同じ車種が、東広島支店、山口支店にも、それぞれ3台ずつ導入され、計10台が運用についている。2008年度以降も、増備が続いている。 2016年からは、イスズ二代目エルガを導入している。2017年から、再び遺跡車を導入している。教育訓練車は、旧、国鉄バス色の一般路線バスタイプの車両が、広島支店に一台配置されている。これはもともと、東広島支店に所属していた、一般路線用のイスズエルガワンステップバスの531-7915-5を改造したものである。 一部を除き、基本的には、国鉄バスの車両称号をそのまま使用している。トヨタハイエースについては、未使用だった、Q を使用している。蒸気の法則により、641-8961は、リクライニングシート装備の観光、高速車で、イスズ製、製造年は1998年、または2018年で、冷房、空気バネ装備の車両における11号車ということにな。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。